え、これベージュにベージュだから。ごめん、私ちょっと再開、再開、再開。やんやんやん、見ないでちょうだい。はい。なんかさ、今さ、アイス食べたの、板チョコアイス、あの白い白いやつ、めっちゃ美味しいからおすすめ。そう、え、もう音で ASMR なの、本当にやばいの。なんか耳に、なんか、え、なんか耳にさ、なんかさ、なんかブツってあるんだけど、これなんだろう。え、誰、なんかない、なんかなってない、ね、手外して。あ、反対の耳と比べないとわかんないか。あー、え、なんかね、赤い、わかんない、今触ってたからかわかんない、赤い、あのなんかね、イヤリングした後みたいになって、イヤリングしてない、カイニャンはね、カイニャンっていうか、みたいにもすすめちゃった、へー、美味しいよ、本当に。あまきは食べた、食べてない、食べたい、あまき全種類食べたい。え、陶磁器付けあるの、ありますよ、全然、これ来てください。しこりがある、ジュリナさんのクッキーを、え、そう、ジュリナさんのクッキーくれたんですよ、そう、ツーショットをメールの方で送りました、今日も送りました。みんなチョコちょうだいや、今日はバレンタインだよ、みんなへのチョコはあります。あ、そう、明日バレンタインのさ、メッセージ動画もあるから、ちょっとね、ちょっと笑っちゃったよね、もう、なんかそれ見るのもね、めっちゃ楽しみにして、なんかね、欲しいよね、みんな私服だし、それぞれ、そう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 、プレゼントじゃない、チョコレート。バレンタイン、あげたチョコは今どこでどうなってるの？ケンジ、クマさん。チョコの行方か。チョコの行方さ、完璧に踊れるのにさ、一回もさ披露したことがないんだ。え、やろうや、完璧なの、やろうよ、ほぼチョコだよ、私焼きもきしてるの、あ、焼きもき、焼きもきで、こっちの感じ笑ってる、笑ってるよ、伊豆内島笑ってるよ、なんかやきもちってことだよね。そうだよね、キャさん。やきもち、やきもち。え、やきもちって意味？うん。焼き芋、焼き芋。あの、ね、めっちゃさ、ここ高いんですよ。今場所が、まあ、うん、詳しくは言わないんですけども、うん、あの、この高くない。海南市場一番高いんじゃないですかねってぐらい上にいて、なんかもう都会すぎて、もうなんか頭がおかしくなってるんですけど。多分なんか2人は関東人だから、そんなにアゲになってない、うん、全然普通、普通やでみたいな顔してるけど、え、本当にやばい、本当にやばいんですよ、見せてあげたいこの景色、本当にもうなんかね、みんな見てるかな、もう本当になんかね、光が一面に、え、なんか、うん、なんでなんか共有できないの、ちょっとふえちゃんの部屋行ってこよう絶対ふえちゃんの、うん、関東勢はね、あんまりね、高いとこ別に、本当にね、一面がね、多分さ、池がさ、なんかさ、うん、あの六本木の展望、なんだっけ、森ビルじゃなくて、なんか展望台とかさ、見たらめっちゃ感動して涙出てくると思う、行きたい、なんかこんな景色見たことないっていうぐらい、なんかね、一個一個の建物の光がなんか星のように、あのバーってね、広がっていてですね、こんな景色はね、初めて見ました、生まれて。
もうね、もう何前も写真撮りましたしね、あのエレベーターで上がっていくときの、ね、楽しさが半端じゃない。ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン。なんかわかんないだろうな、この気持ちが。バレンタイン、今日いっぱいチョコ食べました。イルミネーションに感動、感動しないなんてすごいな、関東の人。なんか渋谷のスクランブルスクエア、あ、いいじゃん。なんかさ、そこら辺のでもなんかめっちゃ交差点いっぱい見えるとこなんだっけ、分かんない。いっぱい建物が光ってるんです。メンズマルキューの方とかのなんかなんだっけ、どこだっけな。静岡って大都会ですね。あそこ好き。練習した。そう、練習したんだ。頑張ったよね。しかもさ、なんか早めにちょっと横ありの練習とかリハとかも今してるから結構頭こんがらがな。なんかだから最近はもうずっともうなんだろう、練習続きでね、毎日いろんなの覚えて、まだやっぱり入って1年立ったけど、でも覚えてない曲、まだやってない曲もいっぱいあるから、今頑張って覚えてる段階で、ゆかりのもこれからもね、いろいろあると思うので、まあ頑張っていかないとですねって感じです。なんか研究生ってなんか不思議な感じがするのね。なんかなんかさ、まださ実感がないんですよね。なんか SKE であるんですけど、うん、明日朝もやる、やります。朝やる、朝5時からの配信。頑張って起きようよ。今日寝てるわ朝は寝てるらしいです、うん、え、前握手会の時キャさんってさ結構さずっと寝ててさ、うん、なんかそうなの、私が1個早い部だったからさ、ちょっと寝てた。あー、2人部屋だった時か。え、そう、なんかでもそれは 部が違うから、なんか私はめっちゃ余裕、そう余裕で、なんならなんか全然時間あった。池は早い部だったのに。地元民家で忘れれば全然都会じゃないよ。わ、いいな、そんなこと言ってみたいわ。今日はベビーアイテイン、今日いっぱい、なんかさ昨日いっぱいチョコさ今日のために買ってさ、今日いっぱいチョコ食べた自分で自分で買って自分で食べた、うん、自分チョコだ。自分チョコ、うん、あ、そう、今日ね、ゆちからチョコレートもらったんです。もらったね。チョコあげた人とかさ、なんかなんだろう、もらった人とかいますか？いや確かにみんなチョコもらった。なんかでもそれもさ、でもあれかな、なんかいろいろあるじゃん。うちらもさギリチョコもらったりとか全然あったじゃん。だからわかんない。お昼にチョコパン食べたって、どういう系の違うえ、バレンタインでチョコ渡して告白したとかされた人っていますか？なんかそのさ、そういう話聞きたい。聞きやすいから、確かに聞いてみたい、ね、なんか現実にあり得ることなのかな、そういうの、ね、彼女からもらいましたが、カイニャからは、え、私が彼女じゃないの？ゼナさんにお口もらった。へえ、この時期自分で男はチョコを買いにくいんだって。そうなんだ。うん、あっ、キットカット食べなきゃ。あれ、何時まで、何時まで、この間からで、昨日から、うん、え、もうやってた気がする。そうだよね。
え、でもさ、バニラアイスにキットカット砕いて入れたらならんかな。バニラアイスにキットカットを砕いて入れたら、ミケてそういうさタイプだよね。なんか前も言ってたよね、こういうこと。そう、いつもそうなの。何の時なんかさ、なんかあるとさ、それをさ、なんか安くなんかこうやったらできるじゃんみたいなさ。なんで、なんそういう、そういうとこあるよね。何の時言ってたかな。そういうあるよね。何の時だったかな。なんか再現できるやんってなった時があって。なんかでも結構普段からあるからわかんない。なんか何かわかんないけど、そういうとこあるんだって。うん、そういうとこあるよね。まあ強くればね、クリスマス、バレンタインデー、誕生日。これは、これが恋の三大きっかけでなんだって。ほんと、ほんと。イエイエイ。あ、ののさっきスマートフォン落としちゃって、ひびが入りまして。このあー、そんな話昔だったけど、気になる。学生の頃はね、気になる。握手会で話します。話して、ちょっと聞きたい。あ、そういう話。帰り道で待ち伏せされたい人生だったってさ、一瞬見たらさ、帰り道で待ち伏せされてさ、もらったのかと思った。そういう人生だったってことはないってことですね。されたい人生だった。朝から並んで買ったチョコ美味しかった。まあそれはいいな。自分チョコかな。カニャンは小学校の時からアイドルになりたかったから、そういうのをしたことがないから、そういう話は興味がありますね。わざわざ家に来てくれたらいいね。野球部の時はモテました。野球部ってなんでさ、あのなんだろう、モテるイメージある学校。そうかな、わかんない。何部がモテるんだろう。サッカー、美術部、バスケ、なんだろう、わかんない。ずっと水部とかなんか文化系だったから、あれだけ。体育館裏、屋上。体育館裏怖いや、怖いやつや。チョコと一緒に交換日記までついてきた。それはどういうことだ。待って、それはどういうこと。それはどういうことだ。毎日あなたと共有したいわみたいな。どういうこと。カニの唇好き。ね、待って、それ、その全く同じコメント私も来た。待って、なんかさ、キャさんのさ、唇好きみたいなさ、しかも今日のこの配信でさ、コメントさっき見つけたよ。いや待って、違うかもしれない。違う人だったらごめんなさい。そうやって女の子をちょくって、で違ったらね、ほんとごめんなさい。土下座土下座土下座。おやすみなさい。ごめん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 。バレンタイン、なんかバレンタイン普通に作りたかった。なんかこんなに、なんかこの時期っていつも忙しいの、なぜかわかんないけど。だからなんか最近は全然作れない。暇の時は作れてた。ちょっと今度じゃあ握手会ができるようになったら話聞きたいです。違う人だよ、今朝にコメントしてないよ。だってごめん。じゃあ違う人だ。お詫びの投げキスやで。はい、ごめん。ちゃいちゃいちゃいこ好き。ごめんごめん、疑った疑った。冤罪や冤罪。ごめん、ちゃい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 。みんなパッソンフォーユーしてくださいね、お願いします。去年はバレンタイン公演だったの思い出した。私あれだ、公演デビューからちょうど今日で1年です。もうなんか、しかも、なんか踊ったんだよね。そう、チョコドとワンツースリーフォーでしょ。あ、そうだ、チョコドとワンツースリーフォーを1年前に踊って、そう、公演とはまた別の衣装って、
そう、本当にちょうど1年なんですよ。ありがとう。吹き出し協力してくれなくて暇してる。うっそー、クラバーの方本当にお願いします。予選突破したいです。ログインボーナスだけでも50枚できます。会にも場所もやってます。そう、そんなになるんだよ。もう移動中とかにポチポチしてます。ピューフーユーやってるよ。ありがとうございます。感謝。いや、もうすぐだよね。もうすぐで私も1周年。 SKE にはなれた、なれましたか？ SKE にはなれましたか？かにゃん、うん、2月22日、猫の日なの？うん、猫の日。かにゃん、インフルで先延ばしになって、そうそう、2層に